今回は西武多摩川線に乗って白糸台車両基地へ向かいたいと思います。西武多摩川線は武蔵境駅からこれまさ駅まで8キロの距離を6駅で結ぶ路線です。日中のダイヤは平日・土休日共通で12分間隔で運行されています。西武多摩川線武蔵境駅からの眺めです。 JR 線との線路がつながっているのがわかります。西武多摩川線は西武鉄道の他の路線とつながっていないため、武蔵境駅の西側にはこのような連絡線が設けられています。修理や車両検査で武蔵が丘車両研修場へ向かう場合や、年に数回行われる車両交換の際は、先ほどの連絡線から JR 中央線と JR 武蔵野線を経由して新秋津駅付近から西武池袋線へ入っていきます。武蔵が丘車両研修場へ向かう順路は図のようになっています。まず西武多摩川線白糸台車両基地を出発して武蔵境駅に到着すると、 JR の機関車と連結し公衆輸送が始まります。一番の連絡線を通り JR 中央線を八王子方面へ進みます。折り返して国立駅と西国分寺駅の間にある2番の連絡線を通り JR 武蔵野線へ入ります。これはちょうど武蔵野線を走る武蔵野号大宮行きが通るルートと同じです。そして最後に武蔵野線新秋津駅の手前にある留置線で JR の機関車から切り離し、西武鉄道側の牽引車である新101系263編成へ連結し直します。そこから新秋津駅横のトンネルを入り、3番の連絡線で西武池袋線へ入っていきます。なお西武鉄道の牽引車である新101系263編成については小手差し車両基地の動画でも触れていますので、よろしければそちらもご覧ください。新101系電車が1979年に登場した当時のツートンカラーです。車体はレモンイエローで、前面の窓枠と側面の帯にはウォームグレーが使用されています。ツートンカラーの車両が武蔵境駅へ到着しました。駅に到着すると方向幕がこれまさに変更されます。西武多摩川線はワンマン運転を実施しているので、
運転士さんがドアの開閉や安全チェックなどを行って出発していきます。今度は近江鉄道の開業120周年を記念して近江鉄道百形電車と同じ塗装が施された車両です。近江鉄道カラーの車両が武蔵境駅へ到着しました。西武多摩川線では平日の9時から17時と土休日の終日サイクルトレインが実施されています。武蔵境駅寄りの車両には自転車を固定するベルトが付いています。近江鉄道カラーの車両が発車していきます。それではいよいよ白糸台車両基地へ向かいたいと思います。武蔵境駅を発車するとすぐ右手に JR 線との連絡線があります。そしてこの先は下降しながら徐々に左方向へ曲がっていき、次の新小金井駅へ向かいます。西武多摩川線は終点の惟政駅までの全線が単線なので、日中は新小金井駅と白糸台駅で列車の行き違いを行います。
現在の調布飛行場を含む広大な敷地にかつて米軍の施設がありました。先ほど停車していた多摩駅の手前にはその施設へ物資輸送をするために線路が引かれていました。次はいよいよ白糸台車両基地のある白糸台駅です。白糸台駅に到着しました。駅のホームからは白糸台車両基地を一望することができます。今走っているこの車両については後ほどご案内いたします。白糸台車両基地への入場は武蔵境方面からは引き上げ線を経由して、そしてこれまさ駅側からは直接入場することが可能です。車両洗浄や日々の簡易的な検査はここ白糸台車両基地で行われています。それでは駅構内にある踏切を渡って改札の外へ出てみたいと思います。白糸台駅の改札には簡易 IC カード改札機が設置されています。白糸台駅から時計回りに歩いてみたいと思います。線路沿いを進み踏切を渡ると白糸台車両基地をホームからとは別のアングルで見ることが可能です。
ちょうど電車がやってきました。ツートンカラーの車両です。先ほどから登場しているこの車両は、伊豆箱根鉄道100周年を記念して、伊豆箱根鉄道1300系と同じ塗装を施した車両です。最初にご紹介したように、大規模な検査などは武蔵ヶ丘車両研修場で行われます。そのため、ここ白糸台車両基地は、車両基地としては少し寂しいですが、西武多摩川線の車両にとってはとても重要な拠点となっています。時計回りに歩き始めて、ちょうど反対側の踏切まで来ました。白糸台駅を近江鉄道カラーの電車が発車しました。この電車を見送って駅まで戻ることにします。今回もご覧いただきましてありがとうございました。次の動画も見ていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。